冒頭になんか面白いことを言おうと思ってパート1パート2って頑張ってパート3でもうそろそろネタがなくなってパート4パート5ら辺はなんか普通に忘れてた気がします。どうもミスサローです。アイルームラモンハン日記ポカポカアイルームラジャックス実況やっていきましょう。ちょっとほんのちょっとだけ進んだかなと思います。で一応例によって初めはなんか起きるようなところで止めてあるはずなんですよ。ああ、そっかそっか。探検じゃないかな。攻撃かな。ミスラ起きるのじゃ。ミスラは気づいてないと思うが、通りにずっとつつかれまくっとったぞ。これはあれか、テンペルかな。最初は面白かったが、だんだんかわいそうになってきたから起こしてやったわ。感謝がいらないと村が賑やかになってくれればの。プレゼント取れてるけど、あれだね。後でにしましょう。わあ交易場ができたんですね。オイラの情報によると、交易ではアイテムを預けて、他のアイテムと交換することができる。村にはない貴重なアイテムが手に入るです。ただし、交易場があるだけじゃダメですよ。交易に出かけるアイルを仲間にしないといけないです。あれ、兄貴、ちょっとがっかりしたっすか？大丈夫です。交易場ができたことを聞けば、もっと、きっとがもっとに見えました。きっともっと。この村にもやってくるっすよ。お弁当屋みたいな名前ですね。まあ、これは情報というよりオイラの勘なんですけど、とにかく兄貴、頑張るっすよ。この右の方が交易長ですね。なんや、ソル、バッドガイ。ちなみに俺はやってないです。俺はスリルとスピードを愛する攻撃家にゃ。実はお前にいい話があるにゃ。俺の持ってるすごいものの話。これがね、バッチリ攻撃ができる優れものにゃ。何かわかるか？にゃんにゃんぼ、アイルニグルマ、生焼肉。ここら辺ね、レアアイテムですね。生焼肉。お前本当にそれで攻撃するかにゃ。そんなんで俺のスピードを求める心は満足しないにゃ。速さが足りない。荷車ですかね。わかってるにゃ。俺のアイル荷車があればもっと攻撃が良くなるにゃ。というわけで探してこいか。買わないか。買ってくれたこの村に住んで攻撃をやるにゃ。しかも今回は出血大サービス。なんと献血もやっちゃいます。600ポイントあるかな？あったらしい。まあ、買わなくても村に住む予定だったけどにゃ。この野郎。アイテムを交換してくれるアイテム、アイルです。探検で状態異常に強く隠れているモンスターをうまく見つけます。これ結構後半必要になったりするんですよね。なんかね、急に出てきて、驚いちゃってビビってみたいな感じのやつがね、あったと思うんですよ。失礼、飲み物を飲ませていただきました。攻撃の行き先が追加されます。荷車が届いたらメニュー、じゃあまだダメなのかな？まだいけないんですね。なんで、これは多分明日以降の話になってしまうかな。そう、祭壇ができたんですよ。っていう、多分祭壇ができるとこで止めてあるから、なんかエリア移動したらあれかな。ちょっと若干あれですね。ちょり落ちしてますね。うん、できましたっていうあれが、祭壇というよりはステージみたいな感じですね。これでね、1日が長くなるって言ってた話。これ左上の太陽マークっていうか、クエストの時間のやつがあるじゃないですか。あれが一番上からのスタートになったと思います。よう！月刊狩りに行けるセクシーな男第1位になれたらいいな。教官が村生活に役立つ情報を教えてやろう。アイル村での生活に慣れてきた君、ポイントも貯まり始め、何を拡充すべきか迷っているのではないか。そんな迷える子羊に若輩からのアドバイスだ。困った時は生産施設。まあそうですね。生産施設のランクを上げ、レアなアイテムを売りポイントを稼ぐ。カチャショーク。普通のこと言われたにゃ。できる男は未来見る。それを忘れるなよ。はい。ここは取れないか。祭り。やっと祭壇ができたらこれでいつでも宴ができるわよ。工事がなきゃ私来た意味がないもんね。今日からこの村で宴を取り仕切ってあげるわ。それじゃあ早速宴について説明を。はにゃにゃにゃ。ちょっと待つっす。兄貴おめでとうっす。ついに祭壇ができたさ、宴ができるっすよ。張り合ってきた。まあ、説明してもらいましょう。うまいものを食べて騒いでみんなといっぺん仲良くなるっす。ただし村に住んでいる全員が宴に参加できるわけじゃないっす。厳正である抽選によって選ばれたアイルだけが参加するっすよ。参加するアイテム、アイルは毎日変わる。もし特に仲良くなりたい相手がいたら、その日を狙って宴をやってもいいかもしれない。
まあそういうことね。宴は一日の締めくくりだからあんまり朝早くはやらない。宴が終わったらその日はもうおしまい。ゆっくり寝てまた明日。で、宴をやりたくなったらいつでも行ってね。宴ショップって、そうなんだ。こんな感じだったっけ？で、この今日の参加者で仲良くなりたい人がいたら、その狙ってやれってことなんですね。なんだろう。有効度がちょっと上がるのかな？今日はいつも以上に口が回らないんですね。広場が広くなったんで、あれですね、採取できるところが増えましたね。これ取れそうだけどな。ランチは今日もそこにいるんですね。長屋のね、拡張も来ないんですよね。あ、そっか、薩摩。あれが、なんかいるな。あ、もう、やっぱり何もできていない。おじいちゃん、いつも見つけなんだから。で、あら。えらは、いつからそこに、さっきから。もう私、たら恥ずかしいとこ見られちゃったかしら。ふふふふふふふ。ちょっとお願いがあるんですけど、聞いていただけますか？この村にいる私のおじいちゃん連れてきてほしいんです。ちょっととぼけたところがあるんで、もしやがったら担いできちゃっていいですから。お手数ですが、よろしくお願いします。管理人のおじいちゃん、管理人のおじいちゃんを長屋に連れてきてよ。はーい。お願いします。無理やり担いできて結構ですから。乱暴ですね。まあ、どうせもう。あ、薩摩の今は置かないといけないですね。ここに置くとブーギーが来るっていう話を、農場長からしてもらったんですね。ここら辺はまだか。ドキドキの子はね、どっかのクエストであったんですよね。動画内でもやったやつかな？青木の子と若干見分けがつかなかったやつか。なんでおじいちゃんを担いでこなきゃいけないんだけど、前はここまでぐらいしかなかったんですけど、若干下に開けましたね。こうやって。あ、キノコ取れるじゃないですか。なんか走り回ってるぜ、フィカ。燃えないゴミ。キノコじゃなかった。で、ここに2体いますね。どうしたん、お前。あら、ニューがいますね。でも、俺は先に上に行く。おじいちゃんを担いでいかないといけないんだ。持ち上げる。なんじゃ、年寄りに何をするんじゃ。落としてみようぜ。声変えるのも初めの1パートの途中までしかやらなかったですからね。普段やらないことはやっぱねできないんでね。時々やっていこうかなとは思うんですけどもね。そもそも声のバリエーションがないんですね。ほらよ、連れてきてやったで。お主結構強引な性格だったんじゃの。それになんじゃこんなとこに連れてきよって。なんじゃですって心配してきてやったらやっぱり何もできないし。お前は、誰じゃったかの。誰じゃないでしょ。あなたの孫でしょ。本当の子だよ。いいジョークだよ、ジョーク。って、人を年寄り扱いするな。わしだってちゃんと長老としての威厳とかあるよな。この人なんとかしてよ。ほら、やっぱり。昔はおじいちゃんと結婚すると言って可愛かったのにの。ああ、もうやっぱり決めた。この村に住む今日から。へっ。管理人の声もこれになってしまった。どうせ思いつきばっかで迷惑かけているんでしょ。私ここでみんなのお世話をすることに決めたよ。ずいぶんあれですね、個性的なお孫さんですね。そういうことで今日から私も村の仲間になります。おじいちゃんと共によろしくお願いしますね。マジで？おじいちゃんのマジでが面白かったですね。記録係さんに長屋を大きくできるようお願いしておきます。長屋を大きくすると仲間がたくさん住めるようになります。猫ばあさんももっといろんなアイルを連れてきてくれますよ。まあ、長屋もこれで大きくしないといけないですね。さらば長老。時計がね、半分ぐらいに来たら宴を開けるとかそういうあれじゃなかったかな。では、ちょっとニューが気になるんでね。行きましょう。なんじゃ、主は。モガ！まだまだ田舎ね。私の名前、モガよ、モガ。村の名前になりそうですね。もう少し立ってから来てみようかしら。もうちょっと大きくならないとダメってやつですね。樽の蓋。こんなもんかな。
おや団長。よう若いの。やめよう。もっと違う声。あ、ダメだ、わかんねえ。よう若いの始めましたな、俺たちは。我らの助っ人アイルラン困ったものを助けてもらう。キラ、ん回るキャラニャン、キャラニャン。あ、キャラバンがキャラニャンになってるんですね。よろしくですね、はい。これのことなら俺らに任せろす。母、お前さん、アイル村を、あの、長老殿に任せられたって聞いたぞ。村づくり面白いじゃないか。よし、この話乗ったぞ。我らの助っ人アイル団。今日からお前さんと共にアイル村の手助けをしようじゃないか。超頑張るにゃ、腕が鳴るおす。俺も肘がちょっとね、やばいことになって、やばいっていうか、なんか仕事終わって車乗ったらなんかすごいピキってきて、あんまり動かせないんですけども。母、お嬢も、レギュラーもやる気だな。その息がよし、団長の俺ともども今日から村の仲間としてよろしく頼むな、母。団長と看板娘とレギオスが仲間になりました。一人だけあれですね、レギオス防具の名前でも、なんかあれだね、団長しか話せないんですけど、スケットアイルダの団長、我らの団の団長のような冒険家になることを夢見て、これがあれですね、新しく新要素追加、新キャラですね。どうしたん、シソッパ母、裏シソっていう母、畑ができたって聞いたから来てみたら、ネギのことばっかり言ってる子に、ネギのことばっかり言ってる子に畑の石をどけろって、母親ら頼まれると断れなくて、力には自信があるけど、無理だ。石を取れってやつですね。ほい、ほい。これあっちに飛んでってるけど大丈夫かな。ほい。なんか、濃紺ですね。舞う。これは真後ろ飛んでったな。これは前に飛んでた。ぴょい。これネギですね。ぴょい。これ真上に飛んでったんじゃない今。この斜めに飛んでた。あちこち飛んでいきますね。若干やっぱ向こうのね、牧場の方に向かって飛んでってますね。あれ、石がなくなって、もしかして君が全部の石を溶けてくれたの？見た目の森に力ね、ヤフーって言ってたの今ね。いや、すっかり世話になっちゃったよ。俺にここで働かせてもらうよ。はい、シソッパが仲間になりました。俺もシソ好きだよ。あとはそんなに変わらないですかね。せっかくだから宴を開いてみたいなとは思うんですが。大丈夫か？石飛んでこなかった？巻き場係さん。タンコブとかできたら面白いね。あと、この辺も変わんないかな。ちょこっと仲間はいますね。増えてます。ツバキとホワイト、まあ、若干毛並み違うのと帽子かぶってるのぐらいかな。ウルシ、アンバー、ルナ。ここもちょっとずつ大きくなってきましたね。多分半分ぐらいまで行かないとダメだったような気がするんですが。お、エピカ溜まってますね。宴所。あ、ポイントが足んない。あと100ポイント。メニュー。ポイントショップ100ポイント。切れ味。なんか少しずつね、残しとかないとね、なんかに、ね、使ったりするんで、ちょっと10個ずつぐらいは残すようにはしてるんですよ。あと、長屋も大きくしないといけない。あ、でも長屋まで言われてないですね。大きくなってない。じゃあ、これも明日かな。なんで、長屋とかは明日でいいとして、出た、怒った顔。どうしても下を押すからね、怒った顔になっちゃうっぽいんですよね。よし。水分補給。空き瓶。釣りの餌。あ、そうだ。確かね、レアアイテムを何個か持ってた気がするんで。あー、預けちゃったか。でも、それでもちょっと増えてるんで、それを見に行きましょうか。水の中に潜っていく。あ、そっか。あと、この中。
ちょこんと正座してるの可愛いですよね。これ黄金魚が欲しいって言われてて、まだ黄金魚がね、手に入ってないんで、そのままずっとクエストそのままになってますね。で、これなんだっけ。これなんだっけな、忘れちゃった。で、これあれですね。ピンクフリルパラソルですね。パールフリルパラソルと、ブラックフリルと、ピンクフリルっていう3種の傘がセカンド G にありましたね。ブラックだけね、ミラボレアスとかそう言われてた気がしますね。あ、天神に預けるアイテムないらしいです。で、ニャンボーですね。この人ね、なかなか変わってるんだよね。君であれない。君を僕を笑いに来たんだな。うわー。すいません。先生はその非常に繊細な方でして、直接お話になるのはやめていただけますか。すいません。っていう、これなかなかこのキャラ。このだらだこねてる感じが非常に可愛いんですよね。で、衣装係さんは衣装を持ってないんで、というね、まだ服をもらわないとダメみたいですね。ちょっと見ていきたいけど、プレゼントだけ見れるかな。ちょうどいいとこに来たのには、実はその先にある島でなんだかよくわからない巣みたいなものを見つけた。僕にはなんだかわからなかったけど、ミツタロウさんならあれの正体がわかるかもしれないにゃ、ひらがなが多いにゃ。だからミツタロウさんにちょっと見てきてほしい。橋を作るから。へえ。おや、できたにゃ。一日どころか一瞬でやってくれましたね。これあれかな、木漏れ日の巣だっけ。これも新要素だったと思いますよ。てか新要素ですね。ここに卵を持って帰ってきてミニクックとかが生まれる。うわあ。調査の前にちょっとだけ話を聞いてほしいです。この場所、何かの巣の跡かもしれないですけど、正直俺らにもよくわからないです。ただ、すごくポカポカした場所ですし、ここで何か温めたらいいことあるかもしれないです。じゃあ兄貴頑張るっすよ。多分クエストで卵が手に入って、それをここでね、温めるとか、とてもポカポカした場所です。だ。はあ。なんか採取とかないかな。これ、ここの奥にあれかな、生まれたやつが立ったりするんですかね。キノコ。なんもないよね。とりあえず、まあ場所ができたよって言われただけなのかな。パーン。多分そろそろ宴がいけるんじゃないか。宴。まだ早い。お昼を過ぎてからにしましょう。だって。これがもうちょっと動いたらですね。じゃあちょっと釣りで、黄金魚が、いるかどうかを見て、いなかったらちょっとだけ、なんかどっか行って、終わりかな。なんかどうも最近いないんですよね。いないな。音符をばっかですね。最終悪いかな、今日。じゃあ野菜でを引っこ抜きましょうか。ここが多分一番上の場所ですね。ドデッカブ。ドデカボチャ。ドデッカブ。ドデカボチャ。交互に出ていくぞ。僕、肥料。カボチャ。カブ。カボチャ。カブ。カボチャが連続できてしまいました。ドデッカブ。でもそろそろ真ん中ぐらい重なるぐらいまで来ましたよね。おぉ、エピカの目の前。あ、行きますね。宴ショー今晩実施します。これで今日一日見たやつで、黄金魚がいないですね。黄金魚いないですね。これあれか、祭壇が大きくなると宴会大とかになってあれかな、仲良し度が上がりやすくな、上がるのかな、メーター的に上がる。2になりました、2になりました、2になりました、2、2、2、2、2、2、2、2。はい。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。またちょっと動きがあったら動画の方撮りたいと思います。
ではまた次回でお会いしましょう。さよなら。